どうした？なんか。何したんこれ。で、他に対戦する人はいないの？女か。初めて見る顔ね。名前はなんて言うの？リビアのゲラルトだ。ジュッタン・リムンよ。戦ってみるか。あなたと？私はフェローで一番有名な戦。君がまだ倒していない誰？時間の無駄かもしれないわ。一体どんな偉業？そうね、戦うわ。わかった、やってみる。また会おう。まあせいぜい頑張ってね。ガンダーってやつを倒さんだな。さようなら。今ならまだ許してやる。こっちのセリフだスベン。おしゃべりはどう？ガンダーってのここにおったんか。素手で倒すん。こいつか。ガンダー。ガンダーか。そうだ。ジュッタと戦。そして打ち負かす。なぜだ。公正な戦いだった。記憶。少し彼女は自分が勝てない男を待って。おお。自分。夫の探し方。彼女の結婚が。あんな女は1万人に。俺と勝負しろ。具体的な理由。そうだ。ジュッタが。よし、来い。始めよう。素手か。リングの外に踏み出せば負けだ。いいな。どうした？来い。魔法使いみたいだな。わかった。誤算だ。検討したな。力不足だ。これでジュッタに挑戦できるんか。ジュッタはいるな。戦おうじゃないか。あの女魔術師はあなたの何？ヤネファーだっけ？え、なんで知っとん？こんにちは、白獣。ガンダーを倒。彼には歯が立たないと思ったけど。いつでもいいぞ。じゃあ始めましょう。レベル20か、なかなかやるな。やめて。好敵手を見つけるのに苦労したのもうなずけるな。やっと現れたわ。どこでそれだけのことを学んだの？ケイアモルヘンだ。ケイアモルヘン。お手つ。長い話になるぞ。いいわ、静かな。これは喜んで。や、騒がしすぎる。ハービケンの私の。これは密会だな。さあジュッタと楽しい夜を過ごそうか。いたいた。あの女魔術師はあなたの何？ヤネファーだって。いや、心変わりしたのかと思い始めてたの。君と素敵な夜を過ごすチャンスは逃さないさ。魅力を感じてもらえるかしら。地頃じゃな。実のところ男性と話すことは稀なの。稀だと。試合の前におしゃべりで時間を。今ようやく自分より強い人に会えたけど。フラヤに何の関係がある？女神に誓ったの。私を任した男だけが。最初の部分だけなら手伝える。2番目と3番目は力になれない。だが1番目の満たし方なら思いつける。まさにそれを望んでいたの。
ほんま、すごいな、このゲームは。遠くまで来たわね。クエスト完了。まあこうなることは分かっとったけどな。だけだ、通りたければ金を払え、そうでなければ通せないな。王子はないのか。神々の罰が。助けてやろう。何事？どうしてやれ。あいつだ、シグルンを殺したやつだ。何のことか覚えてねえわ。ここで死んでもらうぞ。待ってんじゃねえよ、化け物め。やっちまえ。くそ。ありがとう、旅の人。巡礼の最後には、ご親切にありがとう。偉大なる英雄を称えた。ヘムダールの伝説はいかにも。うん、そして鉄と金色のおんどり、甘美が声を上げ、闇の勝つことを願おう。何も変わらない。その点は怪しいな。それが正しいこと。終わったな。サイドクエストの貴族の剣、これやっていきたいと思います。盗賊の拠点を探す。もうこれっぽいけどな。あ、登れねえ。あ、ダメだ、登れねえな。こっからぐるっと回り込まんとならんかな。ここじゃねえの？あれ違うん？あった。俺は剣をもらう。一番よく戦った奴には鎧で。間違いを犯した。クリウと呼ばれる剣を探す。はいはい、日記を読んで、うん、読むのがめんどい。え、今度はどこなん。あ、今度ここに行かんといけんのか。大変じゃな。ちょっとこのクエスト完了するまで長そうじゃな。なんか困ってる人いるね。ついてねえなって。何があったんだ。何があった。何があっただって。上から落ちた。わめくなよペット。最悪ヘンリックが木で義足を作ってくれる。オーレのじいさんはシラミがいて、いろいろ漏らして匂い。どうやって落ちた。そこにある像の肩の上に火をつけようと。うまくいったようだが。ああ、だが炎が一気に。運が良かったな。この像は一体。戦いの神。これに登り炎を。足を骨折するまたとない機会を。俺を無視して。なんか薬持っとるみたいじゃな、ギラルト。この草の王が役に立つはずだ。足は治らないが痛みが弱い。ありがとう。死んでもこの感謝は忘れない。俺も死んでも忘れないぞ。今にも死にそうだが。黙ってその足を見せてみろ。改めて感謝する。神のご加護。なんかあっさりクエスト完了じゃな。
よし、古い砦でやってきたぞ。ここで盗賊たちと戦うんか。いけるかな。めっちゃ敵出てきそうじゃん。怪物の巣？結構あっさりじゃな。それも怪物の巣破壊しとこう。クリウと呼ばれる剣を探す。どこにあるやら。また日記かよ。今度はどこよ。遠くね。行ったり来たりじゃな。イベント発見。少なくともこれくらい長かった。それで続く。いや気にするな。あらそ。とりあえずクエスト受けるだけ受けるか。俺と撃ち殺してやる。あ、それをどうして。ウィッチャー、どうせ狼の群れか何かだろう。丈夫な連中を。必要ない。助けてくれるだろう。これだから。あの狩人はた何を見たか分かっている。ドラムンドのバカども。俺にはアンクライと言って。何？間違いない。まあど、俺は怪物に襲う。ん？フェローから。ああ、スボラグ。ああ、なまずフェスピカログ経由でアド選ぶ余地がない。一体俺たちは荷馬車に川を、ま、そしたら金切り声が聞く。奴らはまず俺の中。どんな怪物だ。メカック。何？知ってるだろ。メカック。ああ、そいつ、ね、助けてくれる。あの道が安全じゃ、安心しろって。まあ50ぐらいで様子見ろか。そんなとこだが、もう一声頼むよ。あ、いいんだ。手を貸そう。やった。ドラムドンドイ。ドラムンドイ。じゃあな、ウィッチャー。待て。何？終わったら。ああ、そうか。わかった。まあこれは後回しにしとこうか。なんかレベル高そうだし。でもう一箇所ここでも。クエストが受けれるみたいじゃな。また会ったな。ほら、騙す。運がいいぞ。あまりか。それでも中。あ、こいつあのうさんくさいやつか。信じる価値。クエスト完了。はい、苦労して。やってきましたよ。クジラの墓場。おお、閉じ込めるな。あっさり。この周辺で。お、クジラの墓場。
どうすればいいんだ。トズコ倒す。また剣探しか。あるんか、ほんまに。今度こそ。また手紙を読むとか。またかよ。ん？手に入れた？クリュウ。ん？あ、手に入れた。これをオラフってやつに返しちゃえんか。オラフさんに剣を届ける。どうした？なくしたものを取り戻した。クリュウか。フラヤ様に感謝だ。島の北部、クジラの墓場の近くだ。報酬だ。その資格は十分にある。俺から少し足そう。見つからなかったら自分の血でおめえ。これでクリアだろ、クエスト。長かった。クラウン20か。シケ取るな。ニシングというサイドクエストをやろうと思います。これ推奨レベル書いてなかったけど、どんなミッションなんかな。なんか祈ってるな。いい。ああ、どの道祈っても無駄だ。呪いで困っ。そうだ、あれが見えるか。棒に刺した馬の頭が。どこ？あれはニシング、呪いの一種だ。見たことがある。ああ、掘られた名前は長男のチャルブだ。熱を助ける方法、一つはニシングを置いた者を説得し呪いを解かせる。もう一つは呪いをかけた者だが、わからない。噂は本当なんだな。ニシングを調べる。これよな、この呪いのことをニシングっていうか。この後はまだ新しい。もう少し調べるか。あと追えばええんか。どこへ続いてるやら。これはなんだ。女物のショール。独特な柄に独特な匂いだ。今度は匂いをたどるんか。晴れてきた。なんか戦闘はないイベントって感じなんかな。推奨レベルがないってことは。香りが多すぎる。匂いで追跡は無理か。ショールについて調べよう。高地に隠れてる盗賊に気をつけろ。ショールについて調べる。ごきげんよう、博士さん。はい、何のご用？お、このショールはだ。もちろん薬草医のジョナよ。ああ、こういう。フィアンセはいる？どうやら見つかったみたいじゃな。ショールを見つけた、ロサ。なぜわかったの？直感だ。認めてくれて。それでいいわ。私がロサールの花嫁になるはずだったのに。あん、嫉妬心か。嫉妬ではなく尊厳の問題よ。10年間し村の全員が笑ったわ、ジョナ。呪いを解いて。いいわ、でも条件がある。伝えよう。だ、ロサールに話せばいいんか。この子が呪いをかけられておるんか。まあロサールに話するか。
神具を置いたやつだ。お前の古い嫉妬深い女め。ああ、お前は家族とぜ。なんだと？断る。妻と息子の。どうしよっかな。人殺しは嫌じゃな。ジョナが死ぬべき。じゃあ息子は死。いや。わかった。チャルブが助かるなら、あの女のも。巨人の噂は本当なんだな。どうなるんだろう。泣いてるね。あら、こんにちは。あの女魔術師はあなたの何？ユニファーだって。まあ誰も死なんかったけど、よしとしようか。